はいどうも皆さんこんにちは、ぴよつきチャンネルアップネッシュのぴよたです。さあ今回もレミリアと3つのとやっていきたいと思います。今回もですね、第3面9ステージ目をやっていこうと思います。いつになったら今回も第3面第9ステージをやっていこうと思いますっていうその言い方から抜け出せるのか、本当に長いですよね。いやー、毎回全力でやってるんでね、惜しかったのが一回あったんですよね。流れのままポンポンポンって上がればいけただろう今のはみたいな、そんな感じの時があったんですけど、あの時はまだ別にいける回があるだろうって思ってあんまりね思わなかったのに、すごいですね。普通にてかす赤に、あーっと1回49であと1回でみたいな時がねあったんですよ。でそれもね、本当の方でラグが発生しまして、ボタンを押してるのに反応しないので、それで当たって妖精に当たって死んだっていうやつがありまして、別にまた機会があるだろうって思ってねやったら機会来ないっていう、自分の実力的にはねその1回の機会が全てだったみたいな、そんなぐらいのねチャンスが昔あったんですよね。昔ってどれくらい前だろうね、パート、まあね、それでも毎回ねできる限りの全力を尽くしてやっております。もうそこのところはね、ご容赦っていうか、なんていうか、なんか、頭が回転してないな。ですね、集中力とかはね僕結構途切れます。はい、話の内容とか流れとかもね、ふと考えたうちに動画が飛んだりしますので、そちらの方はねしょうがないということですね。いや本当にね、完全に眠かった時に撮った動画、結構というかちょい前くらいですか、パート4、5パート前ぐらいのね動画、あれはひどかった。3分くらいしか撮ってない気がしますけど、眠いって言って、それでもねどう言えばいいんですかね、なんか話が尻滅裂って言いますか、そのね場所のやつ見てたら、まあ実際言ってたかわかんないですけども、いや実際言ってたというか、大体例えるならばこんな感じみたいな。A がある、B がある。ゆえに、C はインデックスでない。はぁって話ですよね。インデックスどこから来たしみたいなね。そんな感じのね。よくわかんないけど、何かよくわからない単語が引っ張り出されてくるみたいな。話の内容、それまでインデックスとか関係なかったんですよ。どっからインデックス来たしって思うと、その時の僕の頭の中なんですよね。その時なんか頭の中でインデックスって思ってて、でそう思いながらもね、外の方、普通に外の方に言葉としてポコポコ出てたのが、インデックスは全く関係のないね内容で、で眠くなって、訳がわからなくなって、ゆえにみたいな感じをやったら、なんだこれはみたいなことになったっていう、ほんとそんな感じですね。今のはいい感じ。動き方がですね結構難しいんです。本当にランダム要素は怖い。ランダムでね出てくるんで、正式な攻略法がないってだけでもなんか心が折れますよね。分かってても無理だっていうよりも、もうなんか OK な時もあるし無理な時もあるみたいな、
そういうね、ちょっとした微妙な感じがちょっと嫌ですね。OK なら OK で、ダメならダメでみたいな、はっきりせいやみたいな、そんな感じのイメージ。はっきりせいやなのにはっきりしない。さて、2段上のやつの動きがちょっとだけ速さが違うんでね、この黄色髪と緑髪のね子が近くなってきて合体するぐらいになったら行きましょう。それで隙ができたらね、隙だら、くっそマジかよ、やめてください。なんか今の怖かった。いきなりのホラーは死ぬって、余裕で死にますよ。皆さんホラー大丈夫ですか？僕無理なんですけど、ギリギリね、青鬼の実況を、ちょっとネタ多めな方のね、やつを見れるくらいです。それ以外はもう、点でダメですね。もう、なんだっけ、セブンナイト・アット・ザ・フレディーズとかね、うん。頑張って1日目を見たこっちはすげえわとか思ったぐらい。あれはね、本当に心臓止まります。心臓止まるっていうか、心臓を止めにかかってきてるというか、あれでなんでホラーが平気な人って普通にいけるんでしょうね。ほんとそれは謎です。永遠の謎っちゃ謎ですよね。よいしょ。だって普通いきなり出てきたら怖くありません？ホラーですよ。もううわーってなって、もうその後から死にそうなくらいカタ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 って揺れる感じありませんかね。なきゃいけないですか。やばいな、3体になってくるとやりづらいな。よいしょ、 OK。 嘘だろ、くそ、30階層にすら登れないな今回。 OKOK。逆にこの速さめんどくさいなぁ、妖精。よし、いや当たんのあれ速すぎるのも考えもんだなぁ。当たり判定がでかい。もともとね、妖精さんの台の方は当たり判定がすごい大きいんですよね。予想以上にでかいんですよね。それがね、動き始めると当たり判定の暴力が始まりますよね。普通に弾幕が一番当たり判定的には正しい感じで出ますよね。まあ当たり前か。妖精さんはどこまで跳ねかとかみたいな、そういうので当たり判定取れますけど、弾幕はね、弾幕から腕伸びてるわけじゃないですし、まあその分取りやすいですかね。まあ、とはいえ弾幕ゲー苦手なんでね、弾幕とか貼られたらこっちは一瞬でピチュりますよ。ピューンって、ピチューンっていきますけども、スマホのやつで弾幕ゲーダウンロードした時あったんですよね。そしたらもうひどいぐらいになりましたけど、まあスマホがラグい中弾幕ゲーするんじゃねえって話です。弾幕がねワープするんですよ。瞬間移動する弾幕をどうやって避けろとっていうね、ある意味なんか勝手に新ステージが発見されるみたいなね、新ステージ瞬間移動の弾幕をかわせみたいな、法則性なしみたいなね、瞬間移動弾幕かっこ法則性なし、もうなんじゃらほいって話ですよ。さて行きましょう。おーっと上がっていく。この妖精さんをね飛び越えられたら楽なんですけどね、少女んで。もうなんか実験ナンバー何々みたいなことしか
言わないから、ここの研究所のおっちゃんたち。よいしょ。そうなんだよな。なんでかって言われれば。よいしょ。よいしょ。あ、今回のラストレミディアということですね。ラストレミ宣言させていただきます。いやーもう三つに増えないでー。OK。OK。OK。で、OK。で、その状態から、よいしょ。うわ、マジか、挟まれた。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。いやーもういつになったら49、50みたいな感じで新しい情報が見れるんですかね。それは僕もわかんないです。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回また24時間後くらいにやっていく予定なのでよろしくお願いいたします。もうパート61くらい、2ヶ月くらい毎日投稿しております。では、今回はここまで。じゃあねー。